率直な感想は嬉しかったです。10年前のやつを見たことはないんですけど、やっぱ高校教師って聞くとすごい作品だっていうのはすごくわかるし、やっぱりこう10代ぐらいのあやぐらいの年の中でああいう名作のリメイク版の大切な作品に出させてもらえるっていうのは嬉しかったですね。普通じゃないことをやりたいってひなが思って、でそれがこう郁美さんと出会うきっかけだったんですけど、まあ、最初台本もらった時はあやとは全然違うなと思って、あやは普通のことをしてたいタイプなので全然違うなと思ってたんですけど、でもなんか今になってみたらなんか全部が一緒に感じる。自分が入り込んでるのもあるだろうし、なんか野島さんがこうあやに近く書いてくれてるところもあると思います。難しかったところ、もともと性格が男っぽいというか仕草も結構ガサツなので、女の子らしくするのが大変まではいかなくても気をつけましたね。笑い方とかも結構口開けてワッハッハ笑っちゃう方なので、結構こう口を閉じて笑ったりとか、あとはまあ基本的なことですけど、スカートだからそんなあんまり暴れないとか、そんぐらいですかね。あとはこうやっぱ真剣なシーンになっちゃったりすると地声が低いので気持ち高めにして喋ったりとかします。考え込むとできなくなっちゃうんですよね。だからあんまり相手のセリフとか台本で読まないんですよ。でこう現場でこういうセリフがあったのかって思うぐらいに適当に読んどいて、適当に読んどいて、こう現場でこう言われるとやっぱショックな言葉はショックだし、現場で直にこう来るっていうか、まあ、家で全部こう想像しちゃって作るよりかは全部現場の雰囲気でやる方なので、自分のセリフしか覚えていかないですね。だから本当に泣いちゃうシーンとか前ドラマとかでもよくあったんですけど、真剣に聞いちゃうと本当涙が出ちゃうシーンとかは本番まで相手のセリフを全然耳に入れないし、で本番になってじっくり聞くともう涙が止まらなくなっちゃったりとか、別になんか泣こうと思って泣くんじゃなくて自分が入り込んでるか分かんないんですけど、相手の言葉が直に来ちゃうんですよね。そうするともともとすごい泣き虫なので泣いちゃったりとか、泣けない時もよくありますけどね。やっぱりうーん普通の人なんか何も飾らないし、思ったことをすぐ口に出すから、なんだろう、なんか全然突っ張ってもないし、すごく優しい人だし、演技に対して真剣だし、頭もいいし、計算してるじゃないですか。あれ実際頭で理解して書いてるみたいなんですけど、だからあんな電卓も早く打てるし、書くのまんまあんなに早いんだなと思って、全部なんか頭で理解してるらしい。すごいなって。藤木さんも割と台本見なくてね、覚えていってやってる。あの人は早いですね。リハーサルではもう完璧ぐらいに入れてるから焦るんですよね。ああどうしよう、これしか寝れない、でも明日のリハーサルのセリフも覚えないととか思うんですけど、すんごい眠くてもやっぱり藤木さんはいつも頭に入れてくるから、やっぱ入れないとダメだと思って自分も意地で寝ないでやるんですけど。ひなたくん大好きです。
昔から保母さんになるのが夢で、今も保母さんになりたいんですけど、やっぱ一番やりたい仕事は保母さんなんですけど、もう天使みたい。最近ですね、甥っ子が生まれまして、去年の11月に生まれたばっかり で、自分に今2人姪っ子がいるんですけど、小6と小5なんですよ。で、小6と小5の姪っ子だと自分がすごいちっちゃい時に生まれちゃったから何も面倒が見れなくて、よくパニックって泣いてたこともあったし、でもやっぱ今甥っ子が生まれたら思う存分おむつも変えられるし、プールのシーンがすごい好きなんですよ。プールのシーンで、先生に会える、また会えるっていうシーンが好きで、そのためにいっぱい我慢大会頑張った甲斐があったなっていう感じで、あそこのセリフがすごい好きで、あとはあの何もできないって電話で二人で話してるシーンですね。君なしじゃ生きていけないんだっていうシーンはすごく好きです。好き、なんか作家さんだなっていう感じはするんですけど、台本読んでるともういろんなイメージが湧くぐらいに、なんかとがきがなんていうんですかね、独特なんですよね。1話のひながイクミのマンションに行って、こう目が合ってる時にイクミはアーモンドのような瞳でひなを見つめるみたいなことが書いてあって、ひなはひなでそのアーモンドのような目に母性本能がくすぐられるって、どういうことだよって、演技にしてみればどうやったらいいんだよって思うんだけど、本を読むとなんかいっぱい想像が膨らむっていうか、なんか柔らかい感じの書き方で、なんかどうしたらいいんだろうって、そこがだから難しいんですけど、何ですかね、女優さんの中で大竹しのぶさんがすごい昔からすごく好きなんですけど、ああいう人になれたら私は女優よってこう威張って言えるぐらいだけど、今は自分は歌手だとも思ってないし、女優だとも思ってないし、思いたくないので、あんまり目指したい女優像もあまりないですね。ただこう、そう見える画面から見て、かわいそうに見える演技をするんじゃなくて、本当にこう入り込んでたいっていうか、やるときはやっぱり泣くときも本当にここで涙を流せばいいやじゃなくて、別に画面では別に悲しく見られなくてもいいから、自分の中で悲しくて泣いてたいし、なんか演技をするじゃなくて普通でいたいっていうか、何ですかね、難しいんですけど、DVD を買ってくれた皆様、どうもありがとうございました。ですね、今回の高校教師は内容がすごく難しくて、私も実際やってていまいちこう難しいな、この言葉ってどういう意味なんだろうっていうぐらいに難しい言葉がいっぱい出てきたりとかして、こう繰り返し見たくなるシーンもあるので、何度も見てもっともっとこの高校教師を理解して、それで何度もいろんな意味で味わってくれたら嬉しいと思います。どうも皆さん本当にありがとうございます。たくさんいっぱいいっぱい見てください。ひなでした。